コシツ市電は、スロバキア第二の都市であるコシツを走る路面電車。1891年に開通した馬車鉄道をルーツに持ち、2020年現在は、コシツ市が所有する合資会社であるコシツ市交通企業会社が所有する。商業や工業で発展するコシツの街に、都市交通の導入が検討されるようになったのは1881年のことだった。 様々な企業家から、馬車鉄道や蒸気鉄道の案が出されたものの、そのほとんどは、貨物輸送が主体であり、旅客輸送に重点を置いた、個市の構想とは、離れたものであった。そのため、旅客列車を主体とした、市内鉄道の案を出した、ブダペストの技術者である、イシュトバンポッパーとの間に、馬車鉄道の契約が結ばれたのは1890年となった。建設は、 翌1891年から始まり、同年の11月14日に、古室へ鉄道が運営する最初の路線が開通した。開業当初は、旅客、貨物双方を取り扱っていたが、当初の想定よりも、輸送量が少なかった貨物輸送に対しては、コスト削減のため1892年に、馬から蒸気機関車による牽引へと変更された。 だが2種類の動力を用いた運用は不採算であったことから1909年に越世氏は市内鉄道の電化に関する入札を実施し最終的にヘニングハートウィッチ社と契約することとなった。 同社によって設立された個室へ電気鉄道による最初の電化路線の開通式典が実施されたのは1914年2月28日で翌3月30日から本格的な営業運転が開始された。1917年に勃発した賃上げを求める運転士のストライキやいくつかの事故、そして第一次世界大戦下の厳しい財政状況による輸送力不足はあったものの、 コシテ市電は多数の乗客によって利用された。電化当初は3つの系統で運行していたが、1924年にはゲイジドビム方面の路線が開通し、系統も4本に増やされた。だが、1930年代の金融危機により、コシテ電気鉄道は財政赤字に陥り、1936年に市電はコシテ市によって運営される公営路線となった。 1938年にコシテシを含む地域がナチスドイツに有効的であったハンガリーに割上され、第二次世界大戦期にはユダヤ人を収容する強制収容所までの路線も建設されていた。やがてコシテシは空爆の対象となり、さらに撤退するドイツ軍により、工場や河川が破壊された他多くの車両が強奪され、コシテシ電は、 運行不能の状態に陥った。これらの復旧が始まったのは、ソビエト連邦軍によってドイツ占領下から解放された1945年以降となった。その後、政変により、チェコスロバキアが社会主義国家になったことで、市電を含めたコシセの公共交通機関は、市営企業である DZMK に移管され、それまで、 直流8 0 0トだった河川の電圧が6 0 0トに変更された。社名については2度の変更を経て、1959年以降は、古市鉄輸送会社となっている。1960年代、コシテ市東部に大規模な製鉄所が創業を開始したことを受け、従業員輸送用の交通手段として、専用軌道を用いたコシテ急行線が付設されることとなった。 1961年から建設が始まり、1965年5月3日から営業運転を開始した。この路線は多数の利用客を記録し、1979年7月1日からは3両編成も運行を開始した。一方、市内路線はバスへの置き換えによる廃止が相次いだ一方、団地への新規路線建設や系統の増設も積極的に実施された。 また、車両の更新も進み、1956年以降、東側諸国の標準型路面電車車両であるタトラカーの導入が継続して行われ、旧型電車を置き換えたほか、1973年からは乗客が事前に切符を購入する信用乗車方式の運用が始まった。個室市電の路線網が最大に達したのは運営権が スロバキア州に関した1989年で、個室急行線を含めて17系統が運用されていた。そんな中で、1978年10月30日には、路面電車の脱線事故が発生し、運転士を含めた死者9人、重症10人、軽傷80人という、スロバキアの公共交通に関する事故の中で、最悪の事態となった。 事故の要因は運転士による過失であると判断されたが、路面電車車両に設置されていた制動装置の故障が直接的な要因という説も存在する。1989年に勃発したビロード革命による民主化に伴い、個室市電を含めた公共交通機関の運営権は再度個室市に移管された一方、モータリーゼーションの進展や 経済の停滞に伴い公共交通の利用客が減少し始めたことから産業編成の廃止を含めた編成の短縮が行われた。民主化前の1986年からビロードリコンによりコシテ氏がスロバキアの都市となる前年の1991年にかけては3車体、連設車のタトラ KT8D5 が導入されていたが輸送力が過剰となったことから 多くの車両は、他都市へ譲渡され、代わりに一両でも運行可能なタトラ T6A5 の装備が実施された。また、運営母体についても1993年の閣議決定を経て1995年に、公営組織から合資会社へと移管し、1999年に、社名を、ドープリベン・ボットナイキー・ミスタコシツから、 現在のドープリブニーポットニックミスタコシツに変更している。2000年代以降は既存の車両の危機更新やバリアフリーへの対応工事が実施された一方、路線についても長期運休を挟んだ大規模な更新工事が行われるようになった。この動きが本格化し始めたのは欧州連合からの補助金をもとにした大規模な近代化計画が実行に移された2014年からで、 あった。同年から2018年まで3度に分けて、各路線の更新が行われ、レールや、河川の交換や、電停の移設、軌道の緑化などの近代化が実施されたほか、車両についても長期にわたって使用されていた、タトラ T3 の置き換え用として、同年から部分超低小電車のバリオ LF に、プラスの導入が始まった。今後も1970から1980年代に、 建設された路線についての近代化工事や車庫の改装工事が行われる予定となっている。個室瀬市電を含む個室市内の交通機関は信用乗車方式を採用しており、事前に券売機で切符を購入するか、非接触式 IC カード、シティカード個室やスマートフォン用の公式アプリによる決済が必要となる。社内で実施される検察で、 無賃乗車が発覚した場合、最大90ユーロ以上の罰金が課せられる。料金は時間制で、切符の最低運賃は30分乗車時の0.9ユーロである。6歳以下の小児や62歳以上の高齢者の運賃は半額となる一方、手荷物や自転車での乗車時には追加料金が必要となる。車内の乗務員から購入することも可能だが、 料金は60分乗車時のみに限られるほか、手荷物、自転車の運賃は、事前購入よりも、高額となる。2016年に実施されたダイヤ改正以降、コシテ市電では、以下の15系統が運行されている。そのうち、R1、R2 など頭文字に、R が付くものは、コシテ急行線を経由し、US スチールコシテが所有する、製鉄所まで向かう系統で、 創業時間に合わせたダイヤ設定が組まれている。それ以外の市内系統については、午後のみに運行する5系統を除いて4時から5時台に、始発列車が22から23時台に、最終列車が設定されている。タトラ KT8D5 タトラ KT8D5 大量、輸送に適した両運転台の三車体連接車。 コシテェ主電には1986年から1991年まで計40両が導入されたが、輸送力が過剰であったことから1992年以降、ハンガリーのミシコルツ、ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボ、チェコのブルノ、ドイツのシュトラウスベルク鉄道など、タトシエの譲渡が行われた。その後もコシテェに残存した車両については2003年以降、 中間車体の低床車体への交換や車体、電気機器の修繕を実施した KT8D5RN2 への改造が行われており、2018年現在、KT8D5 が11両、KT8D5RN2 が7両在籍する。タトラ T6A5 タトラ T6A5 電力消費量を抑えたサイリスタ直波制御装置の導入や、車体デザインの変更などを実施した。 タトラ T3 の後継車両。タトラ KT8D5 に変わる形で、1991年から1992年までに30両が導入された。形式変更を伴う改造は行われていないが、連結器や終電装置の交換、工場法システム EM テストへの対応などの工事が実施されている。 一両が事故で廃車されたため、2018年現在は29両が在籍する。バリオエル f r S バリオエル f r S バリオエル f は、チェコの企業グループである、アライアンス TW が手掛ける、部分超低床電車ブランドである。そのうちバリオエル f r S は、廃車された、タトラ T3 の機器を流用して製造された、一両でも、運行が可能な電車で、車体中央部、 車内の36%が低床構造となっており、車椅子スペースも設置されている。2011年に一両が導入されている。バリオ LF2 プラスバリオ LF2 プラス2014年から開始されたコシテシデンの大規模な近代化計画に合わせて導入されたアライアンス TW 性能ブ製の2車体連接車。前行や車輪の直径を抑えた動力台車。 根ーとプラスを用いることで、車端の高い床部分の高さを低くしている。低床部分の割合は43%である。タトラ T3 の置き換え用として2014年から導入が行われ、2018年現在46両が在籍する。タトラ T1 タトラ T1 アメリカの高性能路面電車、PCC カーの技術をもとに開発されたタトラカー最初の形式。 コシ接支電には初のボギー車として1956年から1957年にかけて11両が導入されたが当時の市電の設備では保守は困難であり1966年にオストラバ市電へ転属したそのうち1両については1983年に歴史的に貴重な車両としてオストラバ市電から変装され当初は 生体保存が行われたもののその後動態復元が実施されている。タトラ t にタトラ t にタトラ T1 を改良したに世代目のタトラカー。古市手主伝には1958年から1962年にかけて31両が導入された。同時期に改良が実施された修理工場による保守が行われ、長期間にわたって活躍したが、 T3 の導入に伴い1983年から1984年にかけて大部分の車両が廃車された。残存した4両については T3 と同型の戦闘形状への変更を含んだ更新工事を実施しその後も使用されたが1990年までに全車営業運転から撤退した。その後は保存車両として1両が残存したものの2004年に 解体されており、個室市電が新規に導入した T には現存しないが、2001年にオストラバ市電から譲渡された一両が、胴体保存されている。タトラ T3 タトラ T3、東側諸国各国へ向けて生産された、KD タトラ製の標準型路面電車車両、タトラカーのうち、1万両を超える大量生産が実施された形式。 コシテ主電には1963年から1989年まで、計192両が導入され、そのうち1980年以降に営業運転を開始した車両はもともと、ソビエト連邦向けに設計された T3SU や、チェコスロバキア向けに改良が施された T3SUX である。1981年に6両に対して、制御装置を、 サイリスタチョッパ制御方式の TB1 に交換した T3M への改造工事が1999年から2000年にかけて一両が電気機器の VVVF インバータ制御装置や誘導電動機への交換を実施した T3MOD に改造されたが後者については故障が頻発したことにより2005年に運用から離脱した。また一部は 運転台の多くの部品が撤去され、連結運転時に後部に連結される車両として使用されたほか、1970年代から80年代にかけて初期の車両を中心に改版が行われた。事故を除いた廃車は2000年代から始まり、2014年以降は、バリオ LF2 プラスの導入による置き換えが進み、2016年をもって営業運転を終了した。 そのうち2014年以降の廃車車両については、ウクライナのキエフやマリウポリへの譲渡が行われた。2018年現在は3両が残存し、うち T3 モットを除いた2両は、胴体保存運転に用いられている。その他胴体保存されている二軸車、コシテシデンには、蒸気の車両に加え、胴体保存車両として1920年に、 リングホーファー社によって製造された二軸車二両が在籍する。コシテシ交通企業会社は在籍車両のうち老朽化が進んだ KT8D5 や T6A5 の置き換えを目的に2021年2月に新型電車の導入に関する入札の実施を発表した。全長は29から32メートル、定員は最大230人を想定しており、 すべての台車に回転軸を有する超低床電車を契約時の条件としている。導入予定量数は10両だが、オプションとして最大30両の導入が可能な契約内容となる予定である。ありがとうございます。